スタジオリバーサイド、こんばんは、竹下敦です。ブルガリアのギターを買ったんでね、ちょっとブルガリアについて調べてみたんですけど、結構ブルガリアって高音多湿なんですね。で、今スタジオの湿度は 47% なんですけど、妙にこう綺麗になるんですよね、このブルガリアのギターが。でやっぱりその作られた国に近い環境で、にあるとやっぱいい音するんですよ。で、今ガットギターヤマハと、このブルガリアの、ギターと2本あるんですが、片方 432Hz に合わせて、もう一本の方は 440Hz に合わせて、両方ね使えるようにしました。で、432だと、432はやっぱソルフェジオ周波数になるんですね。なのでこっちのブルガリアのギターの方を432に合わせて、ヤマハの方を440に合わせて使っていきたいと思ってます。結構ね、思ったよりも湿気があった方がいい音がするみたいです。それではギタリストの竹下敦でした。